フロストジャイアントは、アメリカ合衆国で生産された、競走馬、種牡馬である。1歳時の2004年に、ケンタッキー州で行われた、キーンランドセプテンバーイヤリングセールに上場されて60万ドルで、マイケル・テーバーによって落札されている。2005年、2006年英断、オブライエン厩舎に所属し、2歳時の10月に、イギリスへ遠征して競走馬デビュー戦を、キアラン・ファロンが騎乗して迎えたが3着だった。次走はアイルランドで未勝利馬ながら、重賞競走初挑戦となるキラブーランステークスに、引き続き、ファロンが騎乗して出走し、2着馬に3馬身差をつけて、快勝し重賞競走初勝利を挙げた。その後は、休養に入り2戦1勝で2歳を終えた。3歳となっての初戦は、再び、イギリスへ遠征して、G1 競走初挑戦となる2000ギニーに、ジョニー・ムルタを鞍上に迎えて出走したがファロンが、騎乗したジョージ・ワシントンに敗れて14頭中13着という、結果に終わった。その後休養を挟み9月に、ファロンが、再び騎乗して、キルターナンステークスを制して、重賞競走2勝目を挙げた。10月には、アメリカ合衆国へ遠征し、ジョーハンシュターフクラシック招待に、エドガー・プラードを鞍上に迎えて出走したが、イングリッシュチャンネルに敗れて5着だった。レース後にインターナショナルエクワインアクイジションズ、ホールディングズらに購買されリチャード・ダトロー・ジュニア厩舎に、天馬屋することになった。天馬屋初戦は11月のハリウッドダービーに、引き続き、プラードが騎乗して出走したが、10頭中7着という、結果に終わり、レース後は、休養に入った。2007年、2008年小馬となり、休養明け初戦は5月のアローワンス競争に、出走したが3着だった。しかしこの年は、この一戦のみでその後は再び休養に入った。5歳となった2008年は、1月のアローワンス競争に、コーネリオ・ベラスケスを鞍上に迎えて出走し、レースでは1着入選を果たしたが、2着馬の走行を妨害したため2着に膠着となった。2月には、初となるダートのアローワンス競争に引き続き、ベラスケスが騎乗して出走し、天馬ヤート初勝利を挙げた。そして3月には、スキップアウェイハンデキャップに再び、プラードを鞍上に迎えて出走し、一番人気に支持されたものの4着だった。続く4月には再び芝のアローワンス競争に、ケントデザーモが初騎乗して一番人気に支持されて出走したが9頭中8着だった。5月にも芝のアローワンス競争に出走したが2着だった。そして6月には、再びのダート戦となるサバーバンハンデキャップに、ルディ・ロドリゲスを鞍上に迎えて出走し、単勝41倍の8頭中最低人気の評価を覆して、G1 競走初勝利を挙げた。9月にはカナダに遠征し、芝のノーザンダンサーターフステークスに引き続き、ロドリゲスが騎乗して出走したが、馬群と大差をつけられて入選したため、競走中止扱いとなっている。その後は、予備登録を行っていたジャパンカップダートへの招待を受諾し、11月20日に帯同馬なしで単独来日した。来日後は、競馬学校で検疫を受け、12月2日に阪神競馬場へ移動した。そして迎えた12月7日のジャパンカップダート本番は、14番人気で12着という結果に終わった。レース後は帰国したが、2009年1月に競走馬を引退することが発表された。6歳となった2009年よりニューヨーク州にあるエンパイアスタッドで種牡馬入りし、初年度の種付け料は1万ドルとなっている。ありがとうございます。